瀬戸市役所前駅は愛知県瀬戸市西尾岩家町2にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST19。相対式2面2線ホームの地上駅。開業当初から無人駅である。駅舎はトランパス導入に伴って上り、下りホーム側それぞれに建設された。自動券売機は1台ずつで、上りホーム側の駅舎には自動生産機が設置されていない。 セット線では2006年12月16日にトランパスの導入を予定していたが、この駅はホームが狭いためトランパス対応化工事が遅れていた。しかし2006年11月から本格的に工事をスタートさせ、同年12月16日のトランパス導入には間に合った。下りホーム側の駅舎はホームの一部を削って設置されている。 公立都制病院への歩行者専用連絡通路が設置してある。最寄りバス停は南側、国道155号にある、名鉄バス、瀬戸市役所北バス停である。利用できる系統は、以下の通り。南400メートルほどの瀬戸街道には、名鉄バス、瀬戸市役所南バス停もあり、以下の系統が利用できる。名古屋鉄道 ST、瀬戸線急行準急 普通新瀬戸駅瀬戸市役所前駅終わり瀬戸駅、令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月25日閲覧。徳田光一、名古屋鉄道空港線、開業、1月29日名鉄ダイヤ改正、鉄道ピクトリアル第761巻、電気車研究会、2005年5月、116ページ。 AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2018年2月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関台816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図ハット JR 東海バス、時代は、市役所北口という名称であった。元は、瀬戸市役所前という名称であったが、 JR 東海バスの路線を譲り受けした後、瀬戸市役所南となった。名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 お岩景気に関するカテゴリー、ありがとうございます。